アルバート・エドワード・ホーズリーは、偽名ハリー・オーチャード、元アイダホ州知事、フランクスチューネンバーグの政治的暗殺で、有罪判決を受けた候補である。事件は、20世紀最初の10年間の、最もセンセーショナルで広く報道されたものの一つで、暴殺を実行する陰謀とされることの、共同被告人として、急進的なウェスタン・フェデレーション・オブ・マイナーズの、欠失した指導者3人を巻き込んだ。 アルバート・エドワード・ホーズリーは1866年3月18日にカナダ・オンタリオ州ウーラーにイングランド人とアイルランド人との息子として生まれた。貧しい農家の八子の一人としてアルバートは働けるようになるとすぐに働いて一家を助けながら3年生まで正規の学校に通うことしかできなかった。アルバートは毎日家でなければ毎月 近所の一時的な農場労働者として働き、両親は彼が20歳になるまで彼の仕事の収入を受け取っていた。アリゾナのサルーンでファロニキョーに興じるコーフラ1895年22歳でホーズリーは家を離れミシガン州詐欺農でキこりとして働いた。1889年頃彼はカナダに戻り結婚した。ホーズリー家は一時 独立してまた雇われの両方でチーズ製造者として過ごした。妻は娘を一人産み、彼女をチーズ工場から連れ去り、一方でアルバートは後に収入を超えた生活をし、いくらか借金があり、そして私の信用は決して良くなかったと解雇した。アルバートは別の女と駆け落ちしようとして、自分のチーズ工場を焼き、保険金を受け取り、それで借金を生産した。 ホーズリーは家族を捨て、ガールフレンドと共に、ブリティッシュコロンビア州ネルソンの西約20マイル、パイロット、米イに向かった。二人は、そこで3ヶ月過ごした後、別れ、別々の遠行いき、ホーズリーは、アメリカ合衆国ワシントン州スポケーンに着いた。1897年4月に、ホーズリーは、アイバホ州、ウォレス周辺の工業コミュニティまで父のニーマ社を、 走らせる仕事に雇われた。彼は1897年まで貯金しながら着実に働き、年末に向けてバークの町の近くのハーキュリーズ銀行の16分の1の株式に500ドル投資することができた。ホーズリーはそれからミルクの配達をやめ、バークに移り、借金してそこの木材石炭業を買収した。1898年春にホーズリーは 自分が負った借金を返済するために、ハーキュリーズ鉱山の株式を売らねばならなかったし、基金を集めるために、自分のビジネスにパートナーを入れた。賭博の借金が膨らんだために、彼は1899年3月に、自分のビジネスの株式を売らざるを得なかったし、彼は、バーク近くのタイガーイコールプアマン鉱山の、マッカーの仕事に就かねばならなかった。ホーズリーが、 ウェスタンフェデレーションオブマイナーズに加入したのはこのような経緯であった。次の数年間、ホーズリーはアメリカ西部各地で交付として働いた。彼は後に自伝の中で振り返った、この間ずっと私は金を貯めていなかったが、その間ほとんどずっと働き、いつも最高の賃金を受け取った。何回も良い決心をし、しょっちゅう数百ドルため自分で何か、 小さなビジネスを始めようと考えた。しょっちゅう町を出て、人里離れた場所に行った時、金を貯め、良い決心をしたものだ。しかし街に出てファロ、あるいはポーカーをやっているのを見るとそれをなんと早く忘れたものであろう。金はすぐに使ってしまったものだ。他に楽しみは多かったし、金はいつもすぐに逃げて行った。私はいつも良い服を買い、いい暮らしをした。 オーチャードは、労働葬儀とは、無関係な無数の犯罪を認めた。彼は、自分は、カナダとコロラド州、クリップルクリークで複数の妻を捨てた、重婚者であると認めた。彼は、クリップルクリークとカナダで、保険金のために、複数の企業を燃やした。オーチャードは、停車場にの隅に入り、現金登録機を踏んだくり、羊をこっそり盗み、そして、 子供を誘拐する計画を立てた。彼はまた詐欺の保険証書を売りもした。オーチャードはコロラドロー同戦争で究極的に決定的な役割を演じたことを告白した。オーチャードのマクパーランドへの告白は17以上の暴殺の責任を認めた。オーチャードは告白の中でクリップルクリークの交付のストライキの間自分は鉄道の探偵に WFM は列車を脱線させる計画であると語り、それと交換して、探偵は自分に45ドルとデンバーまでの乗車券をくれたと語った。オーチャードによれば、彼は、WFM は自分をその仕事に雇ってくれなかったと嫉妬心から知らせた。彼は、自分はそれ以上の情報を提供しないと言った。伝えられるところによれば、彼は、友人、GL ブロコーに、 自分は、しばらくの間、ピンカー・アートンの非雇用者であった、と語った。元アイダホ州知事、フランクス・スチューネンバーグ自宅の爆発爆風の犠牲者1905年1905年12月30日に、元アイダホ州知事、フランクス・スチューネンバーグが、アイダホ州、コードウェルの家の門に取り付けられていた爆弾によって、死亡した。スチューネンバーグ暴殺の晩の真夜中過ぎに、 ハリー・オーチャードは、コールドウェルのホテルのフロント係クリントンウッドと一緒にディアボーンストリート1602番地暗殺現場まで歩いて行ったが、もう数時間経っていた。彼は暴殺現場への道順を知っているように見えなかったが、オーチャードは知事はオフィスを立ち去った後に、アイガホの鉱山所有者らから金の分厚い束をもらっていたという考えを明らかにした。そういう意見は、 交付の間では共通していて、これは1899年のコーダ・リーンの鉱山ストライキに関する1908年の組合パンフレットに反映されていた。爆発から1時間もしないうちに保安官が町の住民100人を臨時代理に任命し、彼らを町の外に出るあらゆる道路に配置した。オーチャードは逃げようとせず、その夜、コールドウェルのホテルの室に泊まった。 翌日の12月31日、彼は疑いをかけられ、監視下に置かれ、元日に暗殺容疑で逮捕された。マイン・オーナーズ・アソシエーションの探偵が彼がオーチャードだと本人確認したとき、彼は疑念を生んだ。彼は自分の名前はホーガンだと答えた。そして彼がサラトガホテルの名簿に登録されていることが分かった。 彼の19号室が捜索されて、暴殺に関連する証拠が発見された。偽名を使ったことを別にすれば、オーチャードは活動を隠そうとほとんどしなかった。歴史家メルヴィン・デュボフスキーは、オーチャードは精神病性人格障害があったかもしれず、そのために彼は暴力の生活に関わっただけでなく、また自身の逮捕の状況を設定もした、と理論付けた。 オーチャードは自分はスチューネンバーグの生命を数えきれないほど狙ったと証言した。クリスマスと元日との間の週にスチューネンバーグはボイスで数日間を過ごし29日金曜日にコールドウェルに戻り土曜日午後に保険証書を更新し家に帰る前に友人らと話すためにサラトがホテルに立ち寄った。死の数分前にスチューネンバーグは ホテル内で座っているところであったから、オーチャードは、室から爆弾を持ってきて、それをセットするために12ブロックほど離れた住まいに、急いで行った。オーチャードは、ホテルまでの帰り道、家から2ブロック離れたところで知事に会い、そして爆発はオーチャードが、ホテルまで走っていた直後に起きた。生命を奪った爆弾は、門が開かれたと、機微に一本分の硫酸が巨大な雷管に、 注がれるように、門に取り付けられていたことによって爆発した。彼が室に戻った時、オーチャードのポケットの中で雷管が爆発した。彼は、月曜日の逮捕までそのホテルに滞在した。逸脱した、最初の複数の報告は、装置は暗殺者によって、針金とメガネが外され、ニトログリセリンを使用した、と推測していた。公主刑式刑に直面して、オーチャードは、 リンカー・アートンの探偵、ジェームズ・マクパーランドに、フランク・スチューネンバーグの暗殺を告白し、さらに少なくとも、他の16人の暴殺を告白した。オーチャードは、スチューネンバーグの暴殺は、ウィリアム・ダドリー・ヘイウッド、チャールズ・モイヤー、そしてジョージ・ペティボーン、いずれもウェスタン・フェデレーション・オブ・マイナーズの指導者に命令されたと証言した。訴追側は、組合指導者らは、 コーダリーンの労働葬儀中の暴力所事件の後の戒厳令の布告を含む組合交付らに対する厳しい措置に対する報復としてスチューネンバーグを殺す計画を立てていたと主張した。訴追者らはヘイウッドが一番弱いと考えて後半に付される被告人3人のうちの1人目に選んだ。片目は盲目の日焼けしてゴツゴツした外見は 政治的に求心的な言葉と相まって、陪審員の心に陰謀を指謀殺と関係がありそうに見せると、卒追側は考えた。間歩法の下では、陪審員らは、オーチャードの証言の他の証拠によって裏付けられる部分のみを考慮するように指示された。これは特に困難であったが、これはアイダホでオーチャードと共に滞在した。 WFM 職員が姿を消していて見つけられなかったからである。訴追側はオーチャードの証言の他の部分をスティーブ・アダムズへの告白で裏付けたいと希望したが、アダムズは告白は強要されていたと主張してそれを放棄した。訴追側は探偵マック・パーランドの相当な指示と命令を受けて、そして知事フランク・アール・グッディングの助力を受けて行動した。 卒井側主任弁護士らは、ウィリアム・ボーラとジェームス・エイチ・ホーリーであったが、彼らは、西部の鉱山技師と実業家によって密かに、供給された金銭によって支払われた。オーチャードの証言は、後半に通っている記者らにとって説得力があった。後半中、マックルアズ雑誌は、グッティング知事に、オーチャードの告白と自伝を連載することを提案した。マクパーランドは、 オーチャードの告白の最大限の宣伝が欲しかったが、彼は、彼の話のところどころを明らかにし埋める目的で、書類を彼と一緒に調べるために、オーチャードに広範囲の接触することを、マックルアズに許すことに気が進まなかった。マクパーランドは、もし、マックルアズに接触させれば、記者団を怒らせるだろうと、反対した。知事、グッディングは、マクパーランドに取りなし、そして、 マックルアズは独占的にオーチャードに接触することができた。ハリー・オーチャードの告白と辞伝の第1回文がマックルアズ1907年7月号に掲載される。一方で、後半はなおも進行中で、1907年11月号まで続いた。弁護側は、オーチャードはスチューネンバーグを暴殺する彼自身の個人的な動機があった、と主張した。弁護側弁護士。 クラレンスだろう及びエドマンドかイ・リチャードソンは、もしオーチャードが、鉱山の16分の1の株式を売らざるを得なく、なかったならば、彼は、裕福になったであろう、と主張した。オーチャードは、訴えを否定していた。ヘイウッド弁護団は、3つの州から、オーチャードがスチューネンバーグに対する怒りを自分らに、語ったと証言する複数の証人を出した。そのうち数人は、オーチャードは、 元間保修知事に復讐を企てることを誓っていた、と述べた。しかし、卒位側は、オーチャードが、労働紛争が始まったより前に、鉱山の株式を売ったという証拠を提出した。ダローは後に、売却の日付はオーチャードにとって重要であるように、思われない、と述べた。彼は、彼がそれを処分した一年後にこの利権を売ろうと、勤めたエイヤーアフターヒーハ e had d i ズド o s e d 弁護側は、ピンカートンによる WFM の広範囲にわたる潜入、スパイ行為、そしてサボタージュの証拠を提出した。一人の証人は、ジェームズ・マクパーランドの元速記者、モリス・フリードマンであった。ヘイ・ウッドは、自分を弁護し、5時間に及ぶ反対尋問を受けても、十分に説得力があった。それから、弁護側は、オーチャード家の狂気に関する彼らのいわゆる、 びっくりさせるような新証拠を提出したが、その中には、鎖でつないでおく、必要がある祖父、気が狂ったおじも含まれていた。オーチャードは、おじの一人が、家庭問題で、地方症にかかって首吊り自殺を遂げていた、と認めたが、母方の祖父のことは何も知らない、彼は、自分が生まれる前に死亡した、と証言した。ヘイウッド及びペティボーンの両者の後半の、 主任裁判官フレモント・ウッドは、オーチャードの核公判の長引く厳しい反対尋問を受けて持ちこたえている様子に強い印象を受け、オーチャードの証言は事実であると考えた。ウッドの経験では、誰も多年にわたる多くの場所に及ぶ、そんなにたくさんの人々を含む、そんなに複雑な話をでっち上げ、実質的に矛盾したことを言わずに、 反対尋問を受けて持ちこたえるはずがなかった。ウッドは後に、卒追側言い分は納得のいくように、オーチャードの証言を裏付けなかったが、弁護側によって立たされた証人らは、オーチャードを裏付ける仕事を、卒追側がしていた以上に良くした、と書いた。ヘイウッド事件の最終弁論の前でさえ、卒追側が揉めていることは明らかであった。卒追側は、オーチャードの証言に頼って、 WFM 指導者に反論したが、弁護側は、オーチャードは実行したはずのない犯罪を告白した、と主張した。間補修は、オーチャードに宗教冊子の蔵書を提供したが、これが宗教的信仰の告知された改修に影響を及ぼしたかもしれない。後半に臨んだ精神分析者の中には、後に次のような意見を述べる者もいた。訴追側はオーチャードに、 複数の事実から逃れさせたし、彼の証言は、後悔、宗教、そして罪人らへの神の慈悲というシロップ物語に変わったし、これは皆にムカムカ吐き気を模様させる効果があった。アイダホ州法では、告白した、暴殺犯の証言は、他者に有罪判決を下すために、別の証拠によって独立して裏付けられることが、必要であった。アイダホの陪審は、ヘーウッドに、 無罪の評決を下した。アルバイシーンは記者に被告人に対する推論と疑惑の他何もなかったと語った。ペティボーンは弁護側が弁護するのを辞退した後に別々の一つの公判で無罪とされた。モイヤーに対する角は除外された。スティーブ・アダムズは別々の三つの公判に付され、その結果はアイバホでは二つの氷結不能陪審。 コロラドでは一つの無罪判決であった。残りは無罪判決を言い渡されたかまたは釈放されたかまたはその両方であったがその後にオーチャードだけが後半に付された。彼は一転して罪状を認めたがこれは1908年3月のことでスチューネンバーグの暴殺のためにアイダホで死刑判決を言い渡された。訴追側によって上訴がアイダホ州知事 グッティングになされ、組合指導者らの後半への彼の以前の協力のために、オーチャードの死刑判決の減刑が強く求められた。英語版。この要求は認められ、オーチャードの判決は実刑に減刑され、決定は報道で広く封死された。判決を言い渡された後、間もなく、オーチャードは、セブンスデイアドベンチスト教会に回収した。他年にわたる御社の単元はいずれも、 拒まれた。彼は告白を決して撤回しなかったし、1982年86歳、ヘイウッドの後半の45年後に、オーチャードは自伝の中で自分の全告白と後半証言は事実である、と書いた。オーチャードは逮捕後48年を超えて1954年4月13日に、ボイジの集計無所で88歳で死亡した。 1908年3月に判決を言い渡された後、彼はオールドアイダホステートペニテンシャリーで46年長という最長刑期の刑に服し、ボイスのモリスヒル共同墓地に葬られている。トラスティとして彼は刑務所の鳥類の群れの世話をしながら、晩年の大部分を刑務所の兵の外の小さな家に住んだが、前の年に軽い保守者に襲われた後連れ戻された。 オーチャードは最後の3ヶ月間は寝たきりで最後の数日間は昏睡状態にあった。ありがとうございます。